電車でこうプロフェッショナル仕様、今回はなんだよ、鹿児島線を快速811系で進みますと、やっぱり奇数が多くなってくるのでポイントだけ押さえてあとはスキップという感じになるかなという感じですね。68シート切って、これ制限45なんですけど、そんなにブレーキが間に合わないことはないと思いますね。まあ、しかもこれは予告なんでね、この標識をナビゲーション、左側のナビゲーションで付けたりしてて、45キロ以上出てたからといって減量されるわけではないので吉塚に止まります。これ30秒吉塚停車。ネーバー OK、 進行、はい、カシ1.3 キロ前ちょっとくらいかな、セクションあります。危ねー、遅かったね、警笛もありますね。これちょっと忙しいですね、やることがね。80キロにするのは別に大丈夫じゃないですけど、その間にセクションがあると。で、また110キロに、制限がある。ただ100制限、まあ食べたことじゃねえね、オーバーすることはないでしょうね。ただ見た目としては結構騒がしいですね。ということはここで制限45万ですね。ここでねブレーキング間に合うかなって感じです。進行制限45。え、待って、これ間に合わないか。ここで多分停車。ちょっと待って、早すぎ。吉塚15秒、10秒、やば、ちょっと、うわぁ、ナンバーショットか。 OK、 110キロ制限ありますね。せっかく120キロだったのに、人口制限っていう感じで制限を受けたら110キロいかないかもしれないね、多分ね。で、結構また120出したいですね。さあ、筑前新宮180m 前で110キロ制限ですね。おっと、ちょっと待ってよ、これ結構オーバーしてるな。15秒措置、15秒措置だからまあなんとかなるべ。はい、ということで注意信号食らいました。そんな中、セクションがあります。セクション小川前の、740m 前だね。ここでありますね、セクションがね。で、終わりがありますね。ここが小川前 650m という感じでした。まだ加速してる、はい、ということでございました。いった120、止まる気がしねえ、止まらないよこれ。場内進行、まもなく福間です。止まらなくね、これ東方に止まります。止まらなくね、これ。止まる、福間停車。止まるか、これ。お、止まった、すげえ。停車。赤間前の120m 前か、
1km20m 前、ここからセクション開始で 870m 前の辺でセクションが終了するという感じですね。来たぜ。これ20秒。いや、ちょっとオーバースピードか。あと15秒か。105の制限は飛ばしてる人からしてみたら結構邪魔かもしれない。それとも私は邪魔だったね。大したスピードオーバーしないだろう、見つけてから制限やコックとか見つけてからブレーキしても全然あの間に合いますのでね。試着実はまだいくのか、何キロだな、何キロ、810って何キロ出るんだよ。110、24、100、限界か。124が第一ヘッド進行。下がらねえ。あ、ダメ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 うわ、跳ねてんな。行きましょうか。まだこれ、これか。進行。止まる気がしない。止まる気がしない。止まる気がしないぞ、これは。本線はお乗り換えです。オリオを出ますと次は黒崎に止まります。オリオ停車。よし、これで駅構内でのブレーキでの限定はないかな。今あのホーム前でギリギリブレーキしてから残り30秒。ちょっと遅いかな、これだと。そんなこともないか。11メートルぐらいで非常ブレーキでやってみるか。11メートル入った瞬間に、いや12メートル切った瞬間、こがで1キロ未満で接触なんだよな。セクションあった、セクション、黒崎前 1.4km、 あ、じゃあ 1,110m 前の辺ですね。でセクション終了は 1,310m、 100m 間だね。 1,110 から 1,310 この間でセクションあり、で85キロ制限もあると。セクションを無視して加速していた人からしてみたら結構な難関かもしれないですね。なんでもないか。あと15秒。ギリギリ止まんねえぐらいじゃん。あ、やばい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 。知らない知らない。止まらんね止まらんね、これは止まらんね、これは止まらんね、はい、さよなら。でもおかげで止まらんじゃんですよ。出発進行。時間ないからね、スキップですね。全体的には難しくはないですね。あの制限とかもあるし、駅間も短く、そんなに長くはないし、万が一スピード出しすぎても注意信号とかで、対応できるし、注意信号過ぎてもそんな減点されないしということで、そんなにゲームオーバーにはなりづらいですね。ただオーバーランさえしなければ、駅前ではブレーキングは大事なんですよね。ブレーキングさえしっかりすればなんとなる。なんじゃこのスコア。まあいいや、終わり。